似合っているぞ、戦友。孫にも衣装ってやつだな。お前になら背中を預けられる。新入り、レーションの味には慣れたか。5ヶ月戦ったが、状況は悪くなるばかりだ。空軍に任せたせいでこのざまだぜ。新ヶ崎はどうなった？全滅しました。テレポーションシップを撃墜する方法はあるのか？撃墜例は1回、戦術核によるものです。そうか。ただその方法は使えそうにありません。すでに半数以上の戦略基地が壊滅。我々は核攻撃能力を失いつつあります。打つ手なしというわけか。テレポーションシップがある限り状況は変わらない。次から次へと運んできやがる。いくら倒してもキレがねえ。戦況報道をお伝えします。怪物の投下を阻止するため EDF は大型円盤への攻撃を敢行、損害を与えることに成功しました。戦局は好転しています。さらに EDF は敵の装甲を破壊できる新型機を開発しており、完成も間近とのことです。新型機による攻撃は失敗した。我々にできるのは怪物を倒すことだけか。この5ヶ月で人類は総人口の3割を失いました。我々は社会システム崩壊の危機にさらされています。3割、ここはまだマシな方というわけか。俺たちがやるぞ。地上からテレポーションシップを破壊する。軍曹、勝算はあるのか？怪物を投下するとき、ハッチが開くのを見た。地上からなら開いたハッチを狙える。軍曹、健闘を祈る。こちらアウトポスト48、全滅寸前だ。基地を放棄する。逃げるのは無理だ。隠れろ。全焼基地ツーシックスが円盤の攻撃で壊滅。繰り返す。全焼基地ツーシックスが円盤の攻撃で壊滅。もうダメだ。この基地を放棄する。敵もすぐそこまで来てるぞ。今なら間に合う。逃げろ。テレポーションシップを撃破できればこの戦いにも光明が見えてきます。成功を祈ります。あの赤い光が転送装置なのかもしれません。総司令官より全員兵士、エイリアンの攻撃は続いている。地球全土が戦場となり、人々は危険にさらされ続けている。エイリアンの宇宙船は攻撃を受け付けず、なすすべもない状態だ。だが EDF は対策を講じている。反撃が始まるまでの間、地上部隊は怪物の駆除を続け、市民を守ってもらいたい。
苦しい戦いだが、各員の奮戦を期待する。我々の後ろには無防備な市民たちがいることを忘れてはならない。我々のいる場所こそが最前線であり、最終防衛線である。これで水物とのおさららしい戦果です。この情報は我々に勝利をもたらすでしょう。直ちに世界中にデータを送信します。
なですね。あなたのことは覚えておきます。撃破報告です。新たにニューヨークで1機、ロンドンで2機のテレポーションシップを撃墜。我々は戦いの主導権を取り戻しつつあります。そんな簡単な相手ではない。敵のプラン A を妨害しただけだ。必ず次の手を打ってくるぞ。実は我々もそう考えています。ですが、敵がプラン B を実行するまで多少の時間があるはずです。今敵の戦力を削り取っておかねばなりません。よかろう、我々もここで勝利する。you
総司令官より全兵士。出現した飛行物体の中に圧倒的な質量を持った超大型船が確認された。空から落ちてくる塔はこの船から射出されている。我々はこの船をマザーシップと命名した。マザーシップの撃沈こそ我々の最終目標である。あのバカでかいやつのことか。あれを破壊すればエイリアンはおしまいってわけか。敵の拠点が分かっているなら撃沈すればいい。勝ち目はある。なお確認されたマザーシップの数は10隻。世界各地に分散し塔を射出し続けている。我々は10隻のマザーシップを撃沈しなければならない。あんなのが10隻もいるのかよ。いくら空軍でも10隻も落とせるかどうか。ほとんどの怪物を駆除した。残りはわずかだぞ。民間人が逃げてきます。これをチャンスと捉えています。マザーシップへの攻撃作戦を立案中です。攻撃は失敗に終わっています。ですが地上から接近することでマザーシップにダメージを与えられる可能性があります。絶滅危惧種に過ぎない。糸に含まれる酸は装甲を溶かす。油断するな。被害を抑えるのが先決だ。怪物の殲滅を優先する。怪物へ降りてきても無駄だ。止めてくれよ。
きやる。フォーションシップ接近。ションシップが怪物を投下しています。怪物を投下してるぞ。テレポーションシップはいい、怪物を倒せ。円盤を落とさないと状況は変わらないんだぞ。市民の命を優先しろ。被害を少しでも抑えるんだ。
晴らしい効果です。敵は失敗。無数のドローンがマザーシップから出現し、ファイターの接近を阻みました。くそ、ドローンによる市街への攻撃が予想されます。このままではとんでもない被害が出るぞ。街がドローンに占領されている。奪還しろ。くそ、民間人を無差別に攻撃してやがる。撃ち落とせ、市民を守れ。 EDF だ、助かるぞ。兵士が来たぞ、諦めるな。避難しろ、急げ。ドローンを撃て、民間人を守れ。奴ら街の上を飛び回ってやがる。我が物顔ってやつだ。君の危ない、俺たちが注意を引くぞ。ドローンを撃て。対空砲が来る、それまで持ちこたえろ。色に注意してください。ドローンは恐るべき殺戮マシンです。その行動は色で判別できるようです。青いドローンは警備モード、攻撃目標を探している状態です。つまり青い状態は攻撃してきません。赤いドローンは戦闘モード、目標を発見し攻撃を開始した状態です。赤いドローンは危険です。警備モードから戦闘モードに切り替わる条件は3つです。1、人間が一定距離まで近づく。2、ドローンが被弾する。3、被弾したドローンの周囲にいる機体は攻撃モードに変化。つまり攻撃を受けたドローンは周囲に敵の存在を知らせるのです。マザーシップ進路そのまま、通過まで間もなくです。マザーシップが来るぞ。攻撃は必要ない、通過させろ。ドローンの破壊を突破しろ。到達。マザーシップはドローンを投下しながら移動している。警戒は怠るな。でかい、俺たちの武器じゃ歯が立たないぞ。敵はドローンだ。数を減らばその分犠牲者が出る。やった、対空砲はまだか。
たことを覚えてるよな。射程外だ。近づくぞ。了解。やった。全機破壊しろ。Thank you.
散する前にここで全滅させる。ドローンを攻撃しろ。一機も残すな。マザーシップがドローンを射出。通信が途絶した部隊があります。大空砲が被弾しました。クソ、停止しなければ攻撃は難しいでしょう。戦局報道です。世界各地で戦闘が続いており、我々の損害は日々増え続けています。しかし
EDF の反撃により敵側の損害も大きくなっている状況です。敵は母星から遠く離れ次第に消耗しつつあります。戦いは優勢に進んでいます。撃破してください。シップの追跡を続行。チャンスを見つけ次第地上戦力を主体とした撃墜作戦を発動させます。必ず奴を撃墜してやる。随行せよ。地上部隊は怪物を攻撃せよ。マザーシップは空軍に任せろ。船、町くらいの大きさがあるぞ。こんなものが空を飛ぶのか。技術レベルが違いすぎる。技術では劣っても勇敢さでは俺たちは上だ。あのドローンは何だ。マザーシップ新型のドローンに守られています。これまでに確認されたドローンより強力です。マザーシップを守るための特別な機体だと思われます。怪物が来るぞ。怪物を倒せ。以後このドローンをタイプ2ドローンと呼称します。AFV 前進。中央の広場を目指せ。宇宙人を見た。この目で見たぞ。
今さらなんだ。俺たちの敵はエイリアンだぞ。知らなかったのか。そうじゃない、宇宙人だ。宇宙人の目撃情報があります。宇宙人、人間に酷似した生命体とのことです。エイリアンは人間に似ているというのか。頭が一つ、目が二つ、手足は二つずつ、二足歩行です。完全に人間と同じというわけか。信じられん。
ちらチームデルタ、敵は戦術を知っています。軍事訓練を受けた兵士です。左にもいるぞ。やつらスクージーだ。総勢が取れてる。側面だ。足もだ。足が生えてきた。エイリアンは体を再生できるようです。傷を負わせてもすぐに回復される。浮野には止めるしかない。敵の数が多すぎる。撤退しろ。ダメだ、間に合わない。